トゥールビルは、フランス海軍のトゥールビル旧駆逐艦一番艦。艦名は、コタンタンドトゥールビルに由来し、この名を受け継いだ、フランス軍艦としては7代目にあたる。トゥールビルは、DCN ロリアン交渉で建造され1970年6月4日に、気候、1973年5月13日に、浸水、1975年6月14日に、収益する。 1974年3月2日に、丸タ騎士団と命名都市の関係を結び、2006年5月には、第二海兵不評連隊と提携関係を結ぶ。トゥールビルはブレストに配備され、戦略海洋部隊の保全を主任務とし、海洋における、初任務にあたる。1994年から1996年に、かけて D612 度グラースと同様のスラムズ。 対戦システム及びソナーの改修工事を受ける。2001年以降、普及の自由作戦における海上阻止行動のため、インド洋に展開しており、海上自衛隊から洋上補給も受けている。2008年3月9日、F791 コマンダンデルミニエホカと演習中に貨物船アドバンスからの救難信号を受信し、救援に向かう。5月から、 グランノール2008演習に参加した。定期検査終了後の2009年5月にブレストを出港して、訓練を開始しビーゴやリスボンに寄港。6月に、アメリカ海軍 FFG-42 クラックリング、イギリス海軍 D-98 ヨーク、ロシア海軍セベロモルスクとともに、フルーカス2009演習に参加する。1972年12月に、 ロリアンで生まれたタイは1973年にトゥールビルに上官する。タイは旧次長によって管理され、会場公務に同行することになる。さらに1975年1月22日には、タイのために身分証明書が作成された。防衛省給油相手国官邸名一覧表、カームウムエックザーシスでイアヌユヌミッションでソベティッチ、フリューカス2009でイビューアボードジュトービル。 イストワール、レチエンデラフレイガートトービルアベイ、サプロープルカルトミリテール2009年11月8日、閲覧。ありがとうございます。